日本のいいとこまだまだあります。日本全国ローカル線気まぐれ旅、足の向くまま気の向くまま、そこには美しい風景と人のぬくもりがあふれています。始発駅から終着駅までガイドブックに載っていない名所探し、とびきりいいとこは地元の人が知っている。ならば聞き込み、いざ出発進行。今回の旅の舞台は福井県。雪化粧の山々に見守られながら日本海へ向かう越前鉄道三国あわら線。その車窓には広大な福井平野と九頭竜川の雄大な流れ。初めて降りる駅から足を伸ばせば日本のいいとこ新発見再発見。あーでも大きい、立派だね。ここは見といた方がいいよみたいな場所ってないですか、ね、この辺の名所というか。聞き込みだからこそたどり着けた穴場の名所。横移動してないですか。うわすげえすげえすげえ、いくよ。おすげえ、とびきり美味しい出会いも。うわ、しかしダメだって、内装工場なの休暇です。化粧さんはまだ歩きますね。ちょっと待ってください。間に合わないですね。悪戦苦闘の珍道中、待って、予定は白紙、筋書きのない1泊2日。あ、それでは出発しましょう。聞き込みローカル線気まぐれ下車の旅。旅の始まりは福井県福井市。その中心部に越前鉄道の始発駅はあります。初福井です。初、はい、本当。今回の旅人はこちらの2人、初対面かと思いきや、アンナちゃんとさ、実は共演したことがあったんだって。そうなんですよ、お父さん役で。子供の頃だった、ね、そうです、小学校の時ですね。そうか。俳優としてますます脂が乗る神保聡さんは今回3回目。そして子役からリポーター、女優へと活躍の幅を広げる八峰アンナさんは2回目の出演。すごい気になるんだけど。はい、何それ。前回秋田に行ったんですけれども、うん、このてるてる坊主くんのおかげで、うん、カラッと晴れるわ、山は見えるわ、美味しいものは食べれるわ、もうすごかったんですよ。彼のおかげで今回も頼みますよ。本当、第3セクター越前鉄道やった。どうも、あ、これだ。ちょっとサンド、おはようございます。これか、あ、これですね。はいはいはい、越前鉄道のあわら線って読むんですか、これで。あわらって読むんですね。直感としてまずどの辺行きますか。私このもうタローマル気になります。俺ですよ、めっちゃ気になるよね。俺もそうなんで、タローマル何個ないと思ったんだけど、福能とかなんだ、なんとか丸ってつくる。あ、それがね、言われかなんかかなと思うんだけど。あ、ここ行きましょう。あ、これもいいね。あわら湯の町ってことは温泉です。すごい、これ絶対温泉ですよ。ありますよってことですか。そういうこと、もう間違いなくありますよ。最初はまずこの辺攻めてみない。あんまり行っちゃうとさ、戻れないんだもんな。これじゃあ、これはなんか別、西別院ってなんか何なのかな、ちょっと気になる。西別院なんですかね。まず西別院行きますか。行きましょう、行きましょう。はい、ということで最初に下車するのは福井駅の3つ先、西別院駅に決定。早速切符を購入。時刻表って、あ、あ、そうか、時刻表見ないとね。覚えやすい時刻表、すごい覚えやすいよね、全部だもんね。19、20、40、2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 0、
9時10分。ちなみに明日中に東京に戻らねばならないためタイムリミットは午後5時。乗り遅れないよう気をつけてください。まだこれ使ってらっしゃるんですね。1番線でお待ちください。はい、左は1番線でお待ちください。多分来ましたよ、ちょうど来ましたよ。ほらもうウェルカムされてる。持ってるね
なんかのなんか、まあ、言ったな、狙ったかのように来ましたね、今ね。ものすごいタイミングですね。一応ですよ。これ？これですよ。これで大丈夫ですよ。よろしくお願いします。あ、広いでも。ボックスにする？ボックスにします。しましょうか。では発車まで今しばらくお待ちください。珍しくないですか、ガイドさんね。バスガイドしてますけど、この方アテンダントさんだそうですよ。越前鉄道は平成15年に開業、地元の人たちからは越鉄という愛称で親しまれています。さあ出発進行、冬の越前鉄道の旅、美味しい名所にも出会えるといいですね。じゃあ、アテンダント、車掌さんではないですか？車掌ではないです。もちろん切符の販売だとか、あとは、まあ、観光地なんかのバスの案内、はい、まあ、いろんなお手伝いを、はい、させていただいております。じゃあこれだけ教えてください、はい、これは食べといた方がいいよみたいなものってあるの？あ、そうです、まあ、今の時期だともちろんカニ、カニですよね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。福井県の北部を2つの路線でつなぐ越前鉄道、今回は福井を起点に北上しながら日本海へ向かう越前鉄道三国あわら線、全23駅、路線距離 25.2 キロのローカル線。旅の目的は地元の人に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ること。渡されるのは時刻表と地図のみです。移りゆく車窓の雪景色もこの季節ならでは。ああ、やっぱりこの辺なのすごいですね。でも多分ね、例年に比べたら雪少ないんだと思うんだけど、あそこも真っ白になってるんじゃないかな。これからですかね。これからでしょ。乗車時間7分で西別院駅に到着。西別院でございます。ここじゃないですか？こんにちは、おはようございます。失礼します。なんかいきなり住宅街なんですけど。そうですね、もう時間見てきました。だってさっき見たじゃん、あ、そうか、あそこは10分1本あったけど、ね、ここも変わるんですもんね。17.47 やっぱりそう、覚えやす。で、目標としてはどうする？10時17分行きますか、ね、10時17分にここに戻ってくる。じゃあちょっと散策してみましょうよ。行ってみましょう。八峰さん、テンション変。いやすごいよ。深々そう。え、行ってもいいですか？行ってください。あ、結構硬い。硬いよ。硬いね、これ。自分が硬い。あらら、あなた全然あ自由な人ですね。こんなゆうちゃんのことしてると時間すぐ経っちゃうよ。あ、そうですね。ちょっと聞き込みしよう。そうです ね。この雨通りながら。ようやくやるべきことに気づいたお二人。シーソーでもします。ほら、建物。あ、なんだろうね、あれ金だよ。金ですよ。え、ちょっとあそこ行ってみましょう。二人は気になった金のある建物に。でも聞き込みじゃないと名所登録できませんよ。ちょっとタクシーの運転手さん聞いてみる。タクシーの運転手さん聞いていいですか？うん、おはようございます。カンカン、すいません、ちょっとお話伺ってもよろしいですか？何、何、西別院でこの辺ってなんかこう、これ見といた方がいいよみたいなところってありますか？おすすめのスポットです。あ、これ、ここが西別院。これがそう。これが西別院。まあまあ、ここはとにかく、お店、こう、福井の本山では一番大きいところ。あ、そうなんですか？一番大きいんですか？一番大きいところですって。一番っていうのも結構、すごいんじゃない？福井は新州王国やから、これお寺さん、京都奈良に次いで多いんですよ。そうなんですか？
ますか、うん、福井がですか、そうそう行ってみますか、はい行きましょう、ありがとうございました、勉強になりました、ありがとうございます、あーでも大きい、立派だね越前鉄道聞き込み旅、西別院駅で下車した2人、あーでも大きい、立派だねえ、お寺この大きいお寺大きいですね、いるかな、まずは撮影交渉、過去にも大きなお寺はアポなしでは撮影をお許しいただけないことがありましたが、果たして外なら OK だそうです、そうですか、はい、本当立派、ね、すごい立派ですよね、こちら西別院の正式名称は本願寺福井別院、浄土真宗本願寺派本山である西本願寺の別院であることから西別院と呼ばれ、それが駅名にもなっています、手だけ合わせていきましょうか、あ立派、この旅のこう、そうですね、無事を祈って、失礼します、失礼します、あ、うん、おいと、うわーすごい、うわすごい、これすごいですよ、見て足元が大きいんだ、ほんとだ、すごい、なんかすごい見守られてる感じしますもん、荘厳な感じですよね、寺の始まりは1475年、その後越前の浄土真宗の拠点となりました、手を合わせてね、旅の無事を祈って、よろしくお願いします、名所登録記念すべき一つ目は由緒ある西別院、順調な滑り出し、この番組の最高が14なんですって、15を目指す、じゃあ15目指すためには今日中に7個8個だな、8個いけんじゃない、では名所登録最多記録更新を目標に頑張りましょう、さあ次の場所をちょっと決めましょう、そうですね、なんかこの2つ俺もね、この2つはなさそうな気がする、なんとなくね、学生の街、うんね、サラリーマンの街、うん、じゃあえ新田塚ありそう、新田塚まあありそうでしょ、新田塚はありそう、地下がついてるからなんかありそうじゃない、新田塚行こう、下車駅をそんな安易に決めて大丈夫ですか、とにかく5つ先の新田塚駅へ向かうことに果たして予測通りに行くのか、長くなってる、そうだね、新田塚駅、次にただ住宅街、あーでも住宅街っぽい、あ住宅街かも、ね、住宅街なので人やお店には出会えそうですね、あ参ります、はい420円、はい、24と54、まあとりあえずちょっと行ってますか、そうですね、24と54覚えておけばいいんだからね、アンナちゃんちょっと気になるお店が、おはようございます、おはようございます、ここちょっと寄ってみません、いい香りですね、ねえこれ見逃せないでしょ、おはようございます、おはようございます、BS の旅番組なんですけど、取材してもよろしいですか、大丈夫ですか、
タイ焼きの専門店。そうですね。なんか特徴あるんですか、タイ焼き。薄皮の。薄皮。うわ。私さつまいもをお願いします。じゃあ僕は栗あんをお願いします。はい。駅前にあるこちらのたい焼き屋さん、サクッとした皮とたっぷりのあんで人気。新田塚はここを見といた方がいいよみたいな場所ってありますかね。新興住宅地なんで一応工場とか病院とかはあるんですけど、ここといた名物で、最近はそのふれあい公園なんかがちょっと福井市なんかで注目されてる。ふれあい公園、集会場みたいなのがあるんですけど、そこにイルミネーションもいます。ほら来た、あのほら来た、あの綺麗イルミネーション来ちゃった。はい、ありがとうございます。じゃあお会計制します。はい、何メーターぐらいですか。600メーターですよ。本当に歩いて3、4分で行けます。ありがとうございます、はい、あ、ここで食べられるんですか。どうぞどうぞ、お座りイートインコーナーがあるんですか、はい、寒い日は特にこういう場所がありがたいですよね。じゃあいただきます。あ、おモンブラン。栗。栗ですか、うん、甘いですか。甘い。皮がサクサク。いただきます。食感変わってるよね。そんな、めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。ます。ほっかほか。ねえ、これでいい場所が見つかれば、完璧じゃないですか。ここじゃないよ。あ、これだ。ふれあい公園。なるほどね。ふれあい公園。確かにこう。イルミネーションですよ。見て、鶴の形になってる。あ、ほんとだ。これですよ。あー、なるほどね。周辺住民の強い希望で12年前に完成した新田塚ふれあい公園。季節ごとに様々なイベントを開催し、まさに地元の人々が触れ合う場に。イルミネーションは冬季限定のお楽しみです。これなんて、あ、これ楽しいよ。え、これやりましょう。これどっちからですかね。向こうからじゃない。行きます、八峰。せーの。おー。おー。寒い。結構楽しそうだね。寒いよ。いや、楽しそうだね。いいね。ちょっとやってみません。これ行くよ。はい、行ってらっしゃい。なんか楽しい。なんか楽しいよ、これ。なんか楽しいですよね。行ってきます。体験してきて。はい。あはは。あとじゃん。宇宙人っぽいですか。でもちょっとね。ナイスナイス。どうですか。ナイスナイス。すごいすごい。ちゃんと見えますよ。名所2つ目決定。ちなみに新田塚とは名所新田義貞の塚があったからだそうです。もうでもタローマル行っちゃってもいいけど。タローマル行きますか。タローマル、そうですね、念願の私タローマル、ね、え、タローマル何もなかったらちょっと話。出発の時から気になっていたタローマル駅は3つ先。期待を胸に行きましょう。この先は景色も広がります。煙突が、うわーすごい、山が綺麗だね。絶景じゃん。ねえ、あ、橋渡りますよ。本当になんて言うんだろう、なんだろう、九頭竜ですか。くず竜が、くず竜が、くず竜が、かっこいい。かっこいいよね。列車はくず竜川を渡り田園地帯へ。ゆっくりと旅情を運ぶ越前鉄道、心に染み入る冬の情景。
見れないもんね。ねえ、普段の生活の中にこの景色があるってのは羨ましいね。山にここ囲まれてる感じしますよね。うん、なんか本当に絵みたい。さあ、待望の太郎丸駅に到着です。どんなところなのでしょうか。太郎丸大丈夫かな。太郎丸ですよ。太郎に丸ですよ。太郎丸、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。いいですか。この太郎丸はなんかここ見といた方がいいぞみたいな場所ってありますかね。お父さんどっかある。あ、どうやろうな。あのあそこがいい。ハートピアがいいな。ハートピア、あ、知らない。知らない。公園が広くて、はい、あの劇場もあるし。劇場もあるんですか。うん、ここは1キロほどかけるかある。1キロは大丈夫ですね。うん、1キロ、ね、1キロだったら大丈夫。どう行けばいいんですか。その道をずっと行けば、そこに道で、それ道です。踏み切りのところですか。はい、あの民芸ずっと行かなかった。おお、弟乗らなかった。飛行機乗れない。飛行機乗るんですか今日。ええ、あのベトナムまで行って。こベトナム、ベトナム行くんですか。旅行ですか。息子がいるから。ベトナムに息子さんがいるんですか。あの息子さんによろしくお伝えください。気をつけてね。早くも聞き込み情報をゲットした2人。いい感じしてたね、やっぱり。太郎丸あるじゃん。すごいよね。そうですよ。まだあるかもしれない。余裕に期待できるかもしれない。確かに。聞き込みしましょう。そして、ジンボさん、うん、ちょっと青空見えてきたよって。ああ、本当だ。あんなに朝は分厚かった雲が。本当だね。てるてるちゃんのおかげだね。いやもう。ねえ、てるてるちゃん頑張ってるね。働くね。こんにちは。はい、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。この辺でここ見といた方がいいわよみたいな場所ってありますかね。場所、はい、エンジェルランドやね。エンジェルランド、うん、ここにエンジェルランド、ハートピアあるし、エンジェルランドはこの。ハートピアの別名がエンジェルランドなんですか。ハートピアはハートピアであるし、エンジェルランドはエンジェルランド、子供が遊ぶ場所。うん、あ、別名ですか。有名なのに知らない。